おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード3やっていきたいと思います。やっとね、なんか計画がちょっとまとまってきそうな段階に、なんか一歩ぐらい半歩ぐらい踏み出したかなぐらいのところで前回終わったんで、まずたまちゃんが動くということで、まあたまちゃんはね、自分の得になるように動くので、それがゲンゲンの思惑通りなのか否かというところですね。では早速やっていきましょう。日野くんのところに行くんだとね。はい、いたいた、日野くん。あ、代々木さん、今日も頑張ろうか。それがね、ごめんなさい、用事ができちゃって。え、どうしても抜けられないの。日野くん、今日は一人で作業してくれない？あ、うん、いいよ。やることは結構あるけど、今日中にできるかしら。まあ、一生懸命やるさ。今日はずっとここで作業するよ。そう、ありがとう。後で埋め合わせするからね。埋め合わせなんて別にいいよ。それじゃあ私の気が済まないもの。おっと、行かなきゃ。じゃあねー。うん、これでよしと。次はまどかさんのところ、どっか一回左端、執行部ね。オッケー、執行部に行けばいいよね。あれ、どうしろっていう風にめぐみちゃんから依頼を受けてたんだっけか。もうなんか遠ざけてほしいみたいな、そういう感じだったっけ。どうも。あ、いたいた、嫌味実行員もいるじゃん。あれ、話しかけられない。あ、待って、あ、待って、まどかさん、代々木さん、そっちの準備はどう？日野くんはうまくやってる？ええ、日野くんすごく優秀ね。さすが特化生。そう、よかった。ところでね、ゴミを捨てたいんだけど手伝ってくれないかなって。え、粗大ゴミ？男の子に頼もうか？いえ、重くはないんだけど、まどかさんに手伝ってほしくて。ちょっと普通科の子、そこで何してんのよ。阿佐ヶ谷さんにちょっと用があって。阿佐ヶ谷さんはあんたなんかに構ってる暇ないのよ。そうなの？私のしたいことをまどかさんに伝えたいけど、厄介なのがいるわね。あ、まどかちゃん。そうなの。さあ出てって。あら、困ったわ。すぐに行くわ。粗大ゴミ捨て場ね。ありがとう、忙しいのにごめんね。いいえ、こちらこそ、ありがとう。こっそり抜け出す。執行部室にいる三人の実行委員たち。彼らに見つからないようにそっと部屋を出よう。見つかると即失敗。今のうちにセーブ。オッケー。しよう、セーブ。おー、記録1に戻ったね。さあ頑張ろうか。こっそり抜け出して必ず行くわ、ゴミ捨て場に。え？ああごめんなさい。ちょっとどこ行くの？勝手に委員長に持ち場離れられると困るわ。ごめんなさい、抜け出すのは無理。かあ、これどうすんだ？怖い、どうしよう。で、今、よっしゃ、オッケー。こっそり抜け出して必ず行くわ、ゴミ捨て場に。オッケー、行こう。よっしゃ、うまくいったぜ。ちょっとまずセーブしようか。うー、よかった、2発目でクリアできた。はい、来てくれたのね、ありがとう。ええ、来たわ。代々木さんがここに呼び出した理由。ゆらちゃん、やはり心配です、お姉様。阿佐ヶ谷さんをダンスパーティーに誘うよう立川さんに働きかけられているお姉様。神聖なる若い糸をお姉様が触ろうとなさっている。小倉瀬は一筋縄ではいかない。今は動きがないとはいえ、秋葉源氏は侮れない。ならば
私は日の小太郎を抑えておきましょう。もしもの時のために再び彼らの力を借りましょうか。お姉様の邪魔はしないけれど、念のために彼らを動かしましょう。嫉妬激励隊か。 OK、 嫉妬激励隊、彼らを動かせば日野さんと衝突するでしょう。今の日野さんは文化祭準備を妨害する嫉妬激励隊を無視できないはず。それに嫉妬激励隊が立川さんに立ち向かう可能性は皆無。そんな度胸はないでしょうから。あとはお姉様が立川武蔵を動かせば。心配しても仕方がありません。男子トイレに向かいましょう。え、嫉妬激励隊を激励しましょう。そこの男子トイレにいます。入るんだ。誰だ。あ、ホレンジナ、ここは貴様が来れる場所ではない。薪を濡らしてダンスパーティーを台無しに。あなたたちの計画はもう把握しています。ほ、いつの間に。前日は見張りを強化します。あなたたちが薪に近寄るのは不可能です。どうする。こんなの一度濡れると一週間は使えないのです。そう簡単に濡らさせはしませんよ。そう、当局名。ではさあ、しっかり働くのですよ、間抜けな人たち。ゆらちゃんやるね。さあ、市ヶ谷くんですが、どう動くんですかね、君たちは。なんということだ、当局名。何か手立ては。なるほど、琴の葉を使うのか。なんだ、あ、これか。一度濡れると一週間は使えないのです。そう簡単に濡らさせはしませんよ。ん？待て、一度濡れると一週間。では今から実行すれば。そうか、文化祭まで一週間もない。前日に濡らす必要はない。よし、準備だ。おうよ、間違った、逆でした。行くぞ。これで嫉妬激励隊が日野さんの妨害をしてくれるでしょう。名称はわずかな勝機も見逃さぬ。なるほど。え、これでもゴミ捨て場に行っちゃうんじゃないの、市ヶ谷くん。もうすぐ文化祭か。まどかのやつ、もう誰かからダンスの誘いを受けてんのかな。もうちっとも会えねえもんな。しょうがねえさ。はあ、ああ、これでめぐみちゃんが葉っぱをかけるんだね。まどかさんは情報屋が呼び出してくれる。さあ、立川武蔵を呼びに行こう。オッケー。ちょっと固まっちゃった、びっくりしたよ。どこにいたっけ、武蔵くん。旧校舎かな、旧校舎の方だったかな。一応3階、新校舎の3階も見とくか。あ、いたいた、3階だった。立川くん。あ、誰だ、なんで俺のこと知ってんだ。阿佐ヶ谷まどかさんから聞いたのよ。まどか、彼女はゴミ捨て場にいるわ。なんだよ、突然。彼女に言いたいことあるんでしょ。さあ言って。お前なんでそこまで。早く行くの、文化祭まで時間がないわ。さあ。ああそうだな、そうだ。あらー、よし、これで勝った、見に行こう。勝ったって言ったね。急いで見に行こう。秋葉源氏、あんたの負けよ。勝ち負けじゃないってあなたが言ったんですよ。権限、権限、めぐみちゃんに負けちゃダメだよ。負けちゃダメだよって言ったら私も同類じゃないか。おやおや、急いでるね。あ、違ったわ。目白めぐみ、あんなに目立っちゃって慎重さを書いてるよ。さあ、神田くんかと思ったよ。かっこいい。行くか、小太郎くんのところへ。小太郎くん、時間だよ。小太郎くん、あれ、こっちか。小太郎くん、時間だよ。日野くん。あ、君。舞台は整った。阿佐ヶ谷まどかは今ゴミ捨て場にいる。
朝ヶ谷さん、なぜ？思い出すんだ、本当に日野くんがしたかったこと。それは僕は本当にしたかったことは、さあ小太郎くん、思い出すんだ。一応セーブしよう。さあ小太郎くん、思い出すんだ。僕が本当にしたいこと、僕が小倉瀬に頼んだ理由、それはどっち？ちょっと待って、どっちだ？待って こんなにも真剣に僕は阿佐ヶ谷さんを思っているのにと、好きな子のために、その子がこっちじゃない、好きな子のためにじゃない。 OK、 ダンスに、阿佐ヶ谷さんをダンスパーティーに誘うんだ。そう、その時が来た。これが最後のチャンス、さあ行くんだ。いや、でも君は僕の邪魔を。日野くん、自信を持つんだ。今の君なら絶対に失敗はしない。僕はまだ君らを信用しきってはいない。君の決断次第だよ、日野小太郎くん。僕は伝えた、阿佐ヶ谷まどかさんは待っている。行くよ。依頼しといて申し訳ないけど、今回は手出ししないでほしい。うん、今の日野くんは彼女とお似合いだ。さあ行って、まどかさんの心を射止めるんだ。うん、今度こそ。おお、彼女らが何か仕掛けているかもしれない。それを乗り越えるんだ、小太郎くん。もっとも彼が武蔵くんより先に着くのは無理だろうけど、しかし遅すぎても困る。そこで魚住先生に動いてもらおう。魚住先生なんだ。僕、うわ、めぐちゃん聞いてるんだ。キヤー、彼は真剣に見えた。なら今度こそ。よし、ゆらちゃん、どうする？あ、秋葉源氏、やはり牙を剥いたわね。しかし日野小太郎が立川武蔵よりも先に阿佐ヶ谷まどかの元にたどり着くのは不可能。秋葉さん、それを知っていてなお一体何を考えているの？秋葉さんの不可解な行動、不気味ですわ。リポリン？リポリンか、どうするんだ？リポリン今回何もしないって言ってたけど。さっき走ってたのは日野さんだったのかな。すっごく急いでたけど、まあいいけどさ、文化祭の準備とかやってんでしょ。私はもう知らない。とか言っても気になるな。アジトに行ってみようかな。一応アジトに行ってみようかな。なるほど。おい、交流員二人ともいないぞ。何よ、あんなに張り切ってたのに口だけなんじゃないの？ん？交流員？日野さんのことかな。何騒いでるんだろう。ちょっと行ってみよう。った。いや、だから二人交流員に頼りっぱなしな君たちもどうかと思うぜ。あいつ絶対サボってんだぜ。どこ行っちまったんだよ。やっぱり信用できなかったのよ。でもさっきこの校舎で見たけど。ん？あの、特化の人ならさっき走ってるの見ましたけど。で、そいつどこ行ったか知ってる？走って出て行っちゃいましたけど、特化かな。そっか、こっちに来てたのに。ああ、もしかしてこの間言ってた合同展示の話をつけに行ったんじゃない？そうか、まだ走り回ってんだな。ねえ、私たちさ、あいつにばっかり頼ってていいのかな。おお、実行委員女子男子変わり始めたね。よし、俺もあいつと一緒に特化の実行委員に頼みに行ってくれ。私も行くわ。交流委員がいないと仕事が回らないもの。そうだな。じゃあ行くか。あら、え、これどうすんの？ああ、日野さんたら、本当に文化祭準備ばっかりなのね。結局失敗って感じだな。あ、リポリン。君の動きのおかげでもしかしたらなんとかなるかもしれないぞ。武蔵くんどうするの？あ、武蔵くんが先に着くのかな、やっぱり。行くぜ、まどかのところによ。ほら、まどか、待ってろよ。フォーエバーラブ。イエー、ほら、まどか。武蔵、あ、来たわね。武蔵、この前はごめんなさい。感情的になっちゃって。
ああ、まあ、俺も悪かったしな。ここで何してたんだ？待ってたのよ、武蔵。あのよ。話があんだよ。代々木、その、ちょっと。代々木さんにも、ここにいてもらうわ。私たちがちゃんとお話できるように。別に、構わねえよ。ちょっと離れてるから。よし。俺はマドカのために。はぁ、怖い。どうなるの？ちょっと待って。怖い。人帰れ。なんでユラちゃんなの、ここで。とにかく、ゴミ捨て場に行きましょう。お姉様はもうそこにいらっしゃるはずです。ゴミ捨て場へ。オッケー。でもさっきいなかったけどな。どこに行ったんだろう？いた。あ、来たわね、ユラ。お姉様、立川さんと阿佐ヶ谷さんは、この先にいるわ。さあ、見に行きましょう。はい、お姉様。取り越し苦労、だったのかしら。さて、どうかな。めぐちゃん。魚住先生を使うのね、リーダー。ならば、どっか一階、職員室手前の中庭へ。どっか一階、職員室手前の中庭、魚住先生に接触。はい。了解しました、めぐちゃん。魚住先生、お魚さんたち、文化祭で展示するんですか？いや、提案したけど却下されちゃって。そんなことより今ちょっと探し物を。そういえば、マスクかぶった人たちがさっきこの辺うろうろしてましたよ。え？お魚さんたち見てたのかな？運動場の方に行ったけど。またあいつらか。きっとあいつらが持ってったんだな。ちょっと行ってくるか。これでいい。赤いけど大丈夫？待って、一回セーブする。セーブするけど、でも動けないからな。これでいい。ほんと、なんか今出ちゃった。まあいいや。これでいいって言ってたけど？小太郎くん。あ、赤い！行くぞ、阿佐ヶ谷さん。よし、行くぞ、粗大ゴミ捨て場、よし、行くぞ、粗大ゴミ捨て場、我々の野望を果たすのだ。君たちは？おや、ゴミ捨て場は立ち入り禁止だ。日を改めて来るがよかろう。いや、それは困る。というか、君ら野望がどうのこうのって。しつこいな、君は。ここは立ち入り禁止。帰った、帰った。君どこかで。さあ、貴様は、実行委員の下っ端！なんだと？あ、ほんとだ。貴様聞いていたな。なんなのさ。薪を濡らしてキャンプファイヤーを中止に追い込む計画知られてしまったのか。我々のダンスパーティー破壊計画、知られてしまったからには。君らそんなことを。あり、知らなかった。だが、我らが3つのバケツを隠していることはさすがに貴様でも知りはしまい。とにかく、秘密を知られたからには黙って晒せるわけにはいかぬ。僕だって、君らを阿佐ヶ谷さんの元には行かせはしない。嫉妬激励隊は水入りバケツをどこかに隠している。全部で3つだ。この工程のどこかにあるぞ。奴らに捕まらないようにしながらバケツを見つけよう。見つけたら決定キーで水をぶちまけるんだ。オッケー。今、セーブをしておこう。承知しました。行きましょうよ。今ね、左下にバケツ1個見えてるから、まずそこに行こう。はい、ほら。どこ？校庭のどこかって言ったよね。え？校庭のどこか？どこ？校庭のどこか？ん？この辺、この周りのどっかにもあるのかな？え？まあ、さすがにこっちではないでしょ。すいません、いけない。どこだろう。どこまで追ってきてるよ、今。うわー、結構近い。え、校庭のどこかってどこ？え、1個しかなくない？めっちゃ左下に溜まってんな。いやー、怖い、近い、近い。なんか速くなってないかい？え、どこにあるの？早いな。え、校庭。待って待って、どこだ？
バケツを探すんでしょ。ちょっと待って。なんかこれでしょ。え、こういうバケツがあるはずなんだよな。あ、あ、あったあったあった。オッケー。で、早くなるんだな、これで。ちょっと待って、バケツ、バケツ、あとどこだ。バケツ、バケツ。こっち？もしかして、違う、ないわ。これ行き止まりまずいな。うわー、やばい、早い早い早い待って、二つは見つけたぞ。まず場所を探そう。あの、速度が速くならないうちに。あ、あったわ、ここに。なんだ、あった、見つけちゃった。で、まず、じゃあ、ここ、倒す。で、一番難しいのは多分、ここ。よし、早くなった。で、こっち追いかけてくるでしょ？だから最後これ、OK！ なんということだ、我々の計画が台無しに。何故我らの邪魔をするか。あ、はい、故にだ。よくもそんな恥ずかしいセリフを投げかけてくれたな。貴様はやはり危険すぎる。あわわわわわわ。あ、お前たちだな。俺の水槽用バケツを勝手に持ってったのは。あ、こっちに来い。いつも勝手に備品を持ち出して説教だ。おい、どうするんだよ。逃げるが勝ちだ。行くぞ、せーの。さようなら、さようなら、さようなら。あ、待て、こら。よし、よくやったぞ、小太郎くん、頑張ったな。だけど、武蔵くんの告白がもう進んじゃうわよ、それ、大丈夫かしら。窓か、準備はどうだ。ええ、順調よ。きっと素晴らしい文化祭になるわ。そうか、よかったな。ありがとう、武蔵。準備といえばよ、特化のやつでさ、普通科で頑張ってんのがいたよ。日野くんね。特化もいいやついるんだよな。俺、特化を嫌ってたけどよ。そう、よかった。嬉しいわ、武蔵。あのよ、窓か。俺は普通科で、アホで、お前には釣り合ってねえが。でもよ、俺の窓かへの思いは。ちょっと待って、一回セーブします。これ言っちゃっていいの？これか？俺の気持ちをぶつけてやるぜ。正直な気持ちを全部な。窓かよ。俺決めたぜ。ん？死ぬ。あ、誰か来たわよ。小太郎か。バカな。いえ、もう遅い。立川武蔵の勝ちよ。こんなにも早く来るなんて、まさか秋葉さんが。日野くん、どうしたの？そんなに急いで。阿佐ヶ谷さん、武蔵くんも。あ、代々木さん。いや、ここに来たのは、その、仕事？ダンスができるように。なんだなんだ、小太郎。おどおどしやがって。小太郎、何おどおどしてんだ？代々木のこと知ってんのか？あ！あら！あ！勘違いするのか？もしかして。たまちゃんと小太郎くんがくっつくものだっていうか、その好きで告白しようとしてるって思ってるんじゃない？もしかして。あいつ実行委員の代々木か。小太郎、こっちのやつともうまくやってんだな。オッケー。いつも代々木と一緒に仕事してんだろ？そんなにビビんなや。こんなんでよく実行委員やろうと思ったな。わけでもあんのか？あ！ははは。好きな子のために、その子のためにと。なんだ、小太郎のやつ。そうか、小太郎、わかった。俺も後押ししてやる。え？代々木、ちょっとこっちに来てくれねえか。私？何かしら。ダンス、誘いたいんだろ。え、ま、
なんでそれを。普段のお前を見てなんとなく分かったんだよ。そうなのか。よし、ここで会ったのも何かの縁だ。お前が先に誘え。バカ。まさかこれも秋葉さんの。あの君たちの前で誘うの。さあ小太郎、勇気を出せ。ただし結果がどうあれ恨みっこなしだ。あー、そんなこと言っちゃうの。武蔵くん、男に二言はないタイプだからな。こりゃ引けねえだろうな。うん、そうだ、今の僕は前の僕とは違う。お前も男になったな、小太郎。さて皆様、行きましょうか。小太郎くん、出番譲ってくれたよ、武蔵くんが。行け。彼女を真正面から誘うんだ。ダンスに、阿佐ヶ谷さんをダンスパーティーに誘うんだ。言い当て。あの、ずっと誘いたかったんだ。実行委員になる前から。僕と、文化祭のダンスパーティー、踊ってください。阿佐ヶ谷まどかさん。小太郎。あらら。私、なの？おい、小太郎。冗談だろ。本気だ。僕はずっと阿佐ヶ谷さんが好きだった。今だって。日野くん、武蔵、あの、立川くん、どうするの？俺は、そんなたわごと、跳ねのけなさい！立川武蔵！言えたぞ。武蔵か。俺は、武蔵、なんであんたはいつもそう粗暴なの？難しい言葉はわからんね。俺特化生じゃねえからさ。あんたが引き止めたりするからこんなことに。じゃあさっさと帰れよ。帰るわよ。私だって忙しいんだから。特化の大変さ、あんたにはわかんないわよね。うん。おい、てめえ、そこで何してやがる。わ、なんだ、普通科か。普通科には特化生の高尚な精神はわからぬ。準備といえばよ、特化のやつでさ、普通科で頑張ってんのがいてよ。日野くんね、嬉しいわ。嬉しいわ、日野くん。まどか。そうか、ここで小太郎を待って。俺の先走りかよ。武蔵？お前らさ、似合うよな、絶対。似合うの？まどか、どうすんだ？私は、武蔵が、俺はいいと思うぜ。二人で文化祭を準備してきたんじゃないか。似合ってるぜ。小太郎はすっげえいいやつだしな。そう。武蔵、それが言いたかったのね。おう。まどかさん、待って。あいつ恥ずかしがってやがる。おい、小太郎。武蔵くん、僕は、その資格があるだろうか。胸を張れ、小太郎。まどかを誘うなんて、いいセンスしてるぜ。ありがとう、武蔵くん。僕は胸を張って、阿佐ヶ谷さんを誘うよ。ざまあねえな。何よこれ！どうなってんのよ！
勝負あり、ですわ。これでよかったんだよ。武蔵くん、いや、いいやつすぎるがゆえに、いや、まどかちゃんに対しても、自ら身を引いてしまったか。いや、もう、そこはさ、正々堂々と勝負だっつってさ、俺もまどかをダンスパーティーに誘いてんだって、俺も実は昔から好きだったんだって、ああ、言って欲しかった。でも、小倉瀬的にはこれが最善なんですけどさ。武蔵くんの性格的にでも、太刀は裏切れねえってことだろうな、多分な。すごい複雑。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。武蔵くん、いやでも小太郎くんは頑張ったな。次回まどかちゃんがどういう判断をしてどういう風な言葉を日野くんに投げかけるのか、きっとエピソード3は次回で終わるんじゃないでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。おつぴよでーす。